はいどうもみなさんこんにちはです。今回はですねポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。さあというわけで本日は3月6日の水曜日そしてね現在9時過ぎとなっておりますので最強カメックスレイドがいよいよ開催されております。で今回はいつも通りね初見でクリアを目指していきたいと思います。で今回の攻略ポケモンはですね、まあ、皆さん大体同じアイデアだと思うんですがこのニョーボンでですねちょっと挑んでいきたいと思います。まあ、相手のカメックスはね水タイプ強いんじゃないかなと思うんでこっちはね格闘テラスタイプにしてもらってで持ち物メトロノームにしました。で技構成はドレインパンチ泥かけビルドアップ守るにしておりますね。でもちろんね特性は貯水にして水タイプの技を受けないと。で努力値は攻撃と特防に振っております。まあ相手ね特殊型で来ると思うんですよね。なのでまあこのニョロボンでね勝てると思います。では早速ですねこちらカメックスの決勝があるのでほいよしじゃあ一人で挑戦していきましょうか。ほいさあ始まりましたよ。とりあえずね最初どうせあれですよね最強不思議花みたいに、まあ、初手3回行動でハイドロポンプみたいなね強力な技してくるんでしょうどうせね。さあやっていきましょうか。おん？カラーにこもる？何？マジかこいつマジで？バリア？初手バリアは最強ミュウツーやん。もうやることどうしようかな。うわーこれはまあとりあえずビルドアップ積みたいな。いやだけどちょっと一回泥かけでちょっと牽制してみるか。マジかよ。こっちが物理で来ること読まれとる。終わった。もうこの時点で終わった。もうこの時点でもうねこの先戦いを進める意味がなくなってきた。だってねどんだけ攻撃しても鉄壁で全然食らわないと。おでもやっぱりあれですね貯水の特性は効いてますね。まあ、とりあえず相手のねあの出方を見てみましょうか。うんで泥かけでテラスタルを切りつつラスターカノン。ほうなるほどね。でハイドロポンプとラスターカノンと鉄壁ですね今んとこ技構成で確認できてるのは。あーどうしようかな。もうとりあえずちょっとビルドアップで波動弾。あーオッケーオッケーオッケー全然食らわん。うわーでもニョロボンなめちゃめちゃええのにな。ニョロトノって貯水持ちやったよな確か。ちゃうかったかな。ニョロトノでいけへんかな。とりあえず相手あーでも鉄壁そうか6段階積んできたらほんまに意味ないんかあんま。マジか。あ黒い霧あるやんそういえば。あでも鉄壁持ってたら結局積んでくるんが。うわとりあえずね相手の攻撃は全く痛くないですね。全然痛くない。あちょっと急所急所はどうやろう。これニョロトノでいけるかな。ねえ相手ドアスレは覚えてないはずなんでとりあえず一回これでテラスタル切ってドレインパンチ打ってみましょうか。今2、3回ぐらいねビルドアップ積んでるんでこれでもうカッチコチに効かんかったらもうやめよ逃げよ時間の無駄になってまう。さあ頑張れ。バリ合われたらなんかワンチャンありそうな気するけどな。波動弾全然痛くない。ただこっちの攻撃は痛いか。いけ。あかんわこれこれはあかんわ。いやーマジかーこれ。ちょっとね出直してきましょうか。物理型だとダメですね今回。はいということでちょっとねリベンジってことで攻略ポケモン帰ってきました。でニョロトノでもなくねまさかのシャワーズでいきたいと思います。まあ、相手鉄壁持ってるんで特殊型でいかないととんでもないことになると思ったんでこちら炎テラスタイプにしております。で貝殻持たせておりまして、これなんで炎テラスかと言いますとこのウェザーボールをね日本バレカで使っていきたいと思います。そうするとね炎タイプになるので。であとは瞑想で、あとは、バリア破壊後は嘘泣きが通る
るということで特防を下げていきましょうと。そしてまあ努力値はこちら特攻と特防に振っておりますね。で特性はもちろん貯水にしております。これで絶対勝てるでしょう、さすがにね。まあこれはね結構自信あるんで、早速こちら一人で挑戦やっていきたいと思います。さあやっていきましょうか。まあ初手でね相手が殻にこもるをしてきて、でまあそっからね鉄壁をガン積みしてくるということで、まあ、特殊型じゃないと絶対無理ですよね今回は。あとはまあ天然持ちだといける感じですかね。はい、でこっから、あそうかバリアも張ってくるのか。はい、でこっからねとりあえず2本バレ打ちましょうか。 OK。 はい、まあ今はねノーマルで効果全然今一つなんですけども、このね2本バレをすることによってで炎技に変わっていくというね。 OK、 ウェザーボール効果抜群に変わりました。よし、これでいきましょうか。波動弾、おお、さすがシャワーズやな。特防の取得値高いから全然食らえへん。 OK、 まあこれねバリア張られてるんでつまり効かないですけども、まあ、瞑想を積んで上げていきましょう。とりあえずテラスタルをね切らないとどっちみちあんまり食らわないんで、しっかりねこのウェザーボールをまず3発打ってテラスタルを切りましょうか。まあどの立ち回りがベストなんかっていうのは分からないんですけども、まあまずねテラスタルを切ると、もう本当に全然効かないですね。やっぱりこのシャワーズの特防ねやっぱ高いんで。よし、でこれで3回当てたんでテラスト切れますと。よし、これで瞑想積んでいきましょうか。まあ PP にもね結構限りがあるんで、もう6回ねフルで積んでいきたい。あーでもそうか、バフリセットあんのか、それ考えてなかったな。どないしようか。おてか瞑想であれやな、特防も同時に上げれるからこれ一石二鳥やん。あー急所は痛い。ちょっと3回ぐらい積んで1回あれやな、ちょっとテラス切って当ててみようかな。あ2本まで1回入れなあかんのか。ハイドロボンも効きません。 OK、 ありがとう、貯水回復。よしよしよし、いいね、カメックスによるご褒美ももらえるというね。よし、3回積み終わったんでとりあえずこれで2本まで1回テラスウェザーボール、よしよしよし、3回瞑想積んでるんでね、これシャワーズ今回一番いいんじゃないか。おっとここでデバフリセットしてきた。よし、一回テラスでウェザーボール当ててみましょうね、どんだけ食らうのか。さあ今回はまさかの炎テラスということでね、これこっちが炎テラスやから相手めっちゃハイドロポンプしてくるんじゃないかな。相手コンピューターなんでね、波動弾ね効きませんと。さあウェザーボール3回積んだけどどうだ、ほいけ、おお、めっちゃ食らうやん。結構カメックスね特防の取得値高いんですけど十分食らいますね。いやこのままちょっとバリア割ろうか。いやなんといってもねバフ解除がいつの段階で来るかわからないんで、あんまりね積みすぎると後でちょっとうわーせっかく6回積んだのにもうすぐバフ解除されてもうたやないかいみたいな感じになるんで、それが怖いんでね。なんせちょっと初見なんでどのタイミングがわからない。よし、あと一発でバリア割れるよ、いけドン。でこれでバリア割れたらさっきデバフ解除あったんでもうねデバフ解除してこないと思うんですよ。なのでちょっと嘘泣きで特防ね下げていきたい。 OK、 バリア割れた、もうこれはでかいよ。殻を破る、おい意味ないよ、全く意味ないこれ。よしよしよし、物理型やめてよかった。何、あそうか殻にこもるじゃないんやこれ。あーこれ大丈夫かな、あーこのタイミングか、マジか。え、ちょっとどうしようかな。
いや瞑想でいくか。まずねちょっと防御面を上げたい。よし、素早さ逆転しとる。ありがたいありがたい。よしよし、でさらに瞑想を積む。よし、ハイドロポンプナイス、オッケー、いいね。いや、やっぱ炎テラスやから結構ハイドロポンプしてきますね。このからくりも結構激アツやな。よしよしよし、で瞑想積んでいって、でさらにね、まあ、これ3回目ですよね瞑想が。でこの後でさらに嘘泣きもしちゃいますよ。まあ、相手さっきね特防上げてきたと思うんで、はいこれね、あ特防、あちゃうわ、特防上がってないわ。オッケーオッケー、まあでもどっちみちねちょっと嘘泣き入れたいんで、嘘泣き入れたらもうやばいでしょ。おーし、入った、特防がガクッと下がった、いった。でこれで相手3段階ね下がってます。そしたら2本バレですね。あ、そっか、ニンフィアのおかげで特防ちょっと下がってるんか、そういうことですよね多分。何やったかな、あのフェアリー技でなんか下げるやつあったと思うよ確か。よし、ウェザーボールいきましょう。あ全然痛くない、いけウェザーボール、どんだけ食らうか。おお最高やん、もう楽勝やんこれ。シャワーズやっぱベストやな。もう一回やってくんのあんた、雨乞い、あまあまああんま意味ないけど、あんまり意味ないけど、雨受け皿ね、まあまああんまり意味ないな。まあとりあえずこれを2本バレに変えましょうか。これ2本バレ一応 PP 最大まで上げといた方がいいかな、多分。そうですね、ちょっと今回僕全く PP 上げてなかったですけども、ラスターカノンこれどうせ大丈夫。はい、今何5とかしか食らわなかった。まあもうこのまま行きましょうか、もう畳みかけましょう。よし行け、ウェザーボールドン、オッケー。あーでもまあまあちょっと嘘泣き入れたいな、やっぱりもう一回、もう一回ね、やっぱりこれ立ち回りちょっと変えたら多分すごい楽になりますよね。よし、でもう一回嘘泣きと、波動弾は痛くありませんよと。よっけ、オッケーオッケー、はい特防ガクッと下がった。で最後はウェザーボール、よし今回楽勝でしたね。ウェザーボール様々やなマジで、まあ、シャワーズ様々ですね。貯水も持ってるし炎技も打てるしっていう。オッケー、まあ割とね、割とタイムも余裕を残せましたね今回。まあ貝殻でねしっかり回復できますし、よしってことで初クリア完了ですね。じゃあ何で捕まえようかな、コンペボールでいくか。よし、まあ今回本当にあれですね、シャワーズが、まあ、最適解やと思いますね。これ以上の攻略ポケモンおるんかな、まあ、アルセウスぐらいかな多分。シャワーズ超えれるポケモンそうそういないと思うんですけど。 OK、 カメックスを捕まえたぞ。さあ報酬、お秘伝スパイス落ちひんかったな。え、いやでもねこれ絶対落ちると思うんですよ秘伝スパイスね。今回僕は不運にもスパイスが落ちなかったですけども、まあ報酬はねやっぱり美味しいですね、うん、経験飴 XLL でテラピース鋼と技マシン142、これ多分ハイドロポンプなんじゃないかなというふうに思いますね。で特製パッチ、はいこんな感じになっております。どうやらね X で確認したところ秘伝スパイス落ちたという方もいたっぽいので、やっぱり今回ね最強カメックスも秘伝スパイスドロップします。なので、まあ、最強不思議バナ同様にね周回する価値は大いにあると思いますね。さあカメックス捕まえましたよ。ステータス見ていきましょうか。おい、
はい、鋼テラスタイプ、ね、コンペで捕まえました。で技構成はハイドロポンプ、ラスターカドン、波動弾、鉄壁ですね。この4つになってますけども、まあ、正直ね、貯水持ってたら何にも怖くない。ハイドロポンプ、まあ、あの回復できるんでね、逆に。で、まあラスターカドン特防下げてくるけど 10% でしたよね確か。で波動弾、まあ、これも必中ですけども、そこまで痛くなかったですね。はい、であとは鉄壁、これはもう特殊型でいけば何にも怖くないと。はい、で、特性は雨受け皿ですね。雨の時に少しずつ HP を回復するが、まあ、今回の、ね、ウェザーボール戦法で2本バレをしていけばカメックスは、まあ、あの何もできないというね。で、はい、無邪気な性格になっています。リボン見てみましょう。はい、最強の証来ましたよ皆さん。はい、こちらね、最強カメックスになっております。まあ、今回こんな感じでしたね。おそらくこの後も攻略動画ね上げると思うんですけども、まあ、シャワーズになると思いますね。うん、もうあまりに強かった今回は。はい、皆さんもあのカメックスね倒したいという方はシャワーズ用意してみてください。もう絶対ね楽勝に勝てますので、まあ、ぜひね、参考にしていただければと思いますというわけで、まあ、今回はね初見クリア会ということで、あのこれで終わりたいと思います。また次回ね、かなり詳しく解説していきたいと思いますので、そちらね次の動画をお待ちいただければと思います。ではね、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made by myself.